まあこうなる。超あくまで名誉ワッチと。いや、誤差金っていうか、まあ意識してるのどっちが上がるかまでやから。こっから5連敗したらおもろいっすよ。めっちゃおもろい。白目のないブチャ。俺どう、こっから5連敗して動画上げるわ。でもアンソンハザーもかなり読みが鋭いですね。そうですね、全く危なげなく取ってきましたからね。まあ白面になってからが本番というか、まあ、本番というところある。ただ、まあ、アンソンさんは戦う前の時点でスタノは白面どっちがいいって、白面の方がいいと言われてるんですよね。本人曰く白面の方がいいらしいですけど、そんなこと絶対ないんですよ。いや、スタノはもう序盤捕まえてしまえばあもう終わりなんですけど、白面に関してはもうどこで捕まえても2択なんで、まあ、D ボタンという恐ろしい破壊技があるんでね、うん、そしてポロピッチはやはりこのキャラクターには年季がある、プラスこのコンボ火力がね、やっぱ白面使いの中でもかなり高い方なんじゃないかなっていう。しかし伊達に負けてないぞこの男。ああ危な、何やってんだあいつ。びっくりした、びっくりしすぎて残念さこの三式って言いそうになった。なんか OD かなー。かなりアンソンハザーも調子がいいですね。これはジャイアクミスですね。この土壇場に至ってもジャイアクミスをするという非常にアンソンハザーっぽい。 OD ゲージこれ生 OD ですね。これ止めて、うわー当たってしまう、危ない。さあ何か当たれば結構危険域に達したが、いやー OD をまあしろくことには成功。そして体力的には結構余裕があるので、この OD 攻め切る、この OD 高くつくぞ。バーストゼロはかなりきついな。さあ逃げることが困難になってしまったか。とはいえ捕まらなければ問題がない。いやーここからですね。うわ中央なのでやはり2点3点していく。おー暴れが通った。ダンディー危険なものが見える。読み合いの材料を作っていくのか。劣戦が負け、劣戦が、ね、おー読んだジャンディーやったけどもって感じやな。あれ、うまいことジャンディー通ったが、なんだ今の。何かをケアしてしまったのか。回さないんですけどね。あ、ひょっとしたらとっさに思いついてしまったのかもしれない。そして真にバスが返ってくるのはこの状況。ちょっと白面にターンがある状況、アッティングフローも乗っている。い十分に死んでしまう。とこれが白面の高いコンボなのか。状況的にはちょっとハズマが分が悪いのか。生オーディあれ実戦が遅くすることによって山木に勝っていく。結構状況が変わったか。電化指導、ちょっとポロビッチ慌てているか。よーこー、ビーが空中くらい、あまりにも美味しい。そして白面側、このままではバスがちょっと返ってこないのでは。終わらせますよと気持ちよく勝っていったのはアンソンハーザマ、破竹の5連勝。あれさてさて、あれなんか天帝ハザマ、やめてやめてやめて、やめてやめてやめて、見たくない見たくない、そんなアンソンさん見たくない。俺が見たいのはもうボロボロに負けてボロボロになってるアンソンさんが見たい。いや、おもんないおもんない、ほんまにおもんない。やめろやめろお前、俺の中のレジェンドボロビッチを怪我すな。あーよかった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 、一生上がらん苦しみに怯え続けるがいい。苦しみに怯え続けるがいい。うわー、うまいこと風魔神切れていく。さあ今度まだ今日調子悪いとはやはりポロビッチもこのまま負ける男じゃないんかな。まあそうですよね、当然ここから巻き返していける男。うわうわ、結構流れのあるなし関係ないマイペースのタイプではありますからね。まあちょっとなんか攻めが大胆というか、うん、ああこれ確認しますね。これあ確認していますか、アンソンさんが。素晴らしい。確認できて当たり前なんですけど。いや当たり前なんですけど、いつもやってこないから。なんか今
今日だけ。あうまいこと腕を使い、なんかあもう十分足りている。あなんかいつものポロビッチョっすな。いつものポロビッチョ戻ってきましたね。こういう殺し方してくるよ。さあ今のところあまりいいところないポロピッチョですが、ここから開始と見せてもらいたい。これジャバ騎士道結構重いんですよね。まあそうなるんじゃねえかなと思ったけど、ランピーで暴れていったがあまり噛み合わなかった。あーうまい。いやこれあーやる必要ないのに、やる必要、あーまあ途中でバーストされるよりかはまあいいかな。さあ崩れすぎだとあまりにも気持ちよさそうに笑うアンソンさん。いやでもちょっと今日はほんまに調子悪そうですね。三角ばっかしてっからね。さあなかなかえらい切り方をしていったが、まあボロもう点々なってるからね。まあね、だいぶ稼働初期ぐらいに。かなり早かったですからね、ポロピッチさん。さあ、おとなしく置き攻めをする気があまりない復帰で早い展開から殺していくという気持ちが感じられる。ジャンディをうまくこと当てて、さあ、あくまでやるのは立ち回り。おー、うまいこと椿で拾い直していった。わずかなダメージソースを発表していく。ちょっといつものフォロビッチョっぽくなってきたな。ちょっとなってきた。でもあと1回だよ。あー入れ込み、こいつこいつ入れ込みましたな。やばー、やるしかなかったものの死んだ。今のジャイ君ノータイム。そういうアンソンさんが見たかった。そういうの、そういうの、これには漆黒のハートため息。そういうの、そういうのコメントをつけていく。そういうアンソンさんが見たかった。さあ今の死に方としては結構悲しい死に方でしたけど、これが流れにどう影響していくのか、ね、ここからちょっと流れがどうなるかですね、見ものですよ。もう今の最低の死に方ですね、今の、うん、最低の死に方でしたね。とはいえ、まあ、ここまで勝ってきた実績があるので、今日は調子がいい。もうちょっとディレイさせてさ、ジャイオク方程式出てたら、まあ、最速あミスかなってなるけどさ、最速だったもんね。早かったっすね。あ今日こいつ大丈夫だっつって完全に油断からのジャイオク方程式。まあ実際今日ポロピッチョシーあまりガードが硬くないっていうのもあって安心感もあったんですが、まあやはりそこまで甘くはなかった。当然このまま俺男ではなかったということでしょう。さあ技の置き方が冴えてきだした。完全にゲームを作っているのがポロビッチ白面。暴れが通らない、普通に死んでいく。いやまだアンソンさん喋ってるから、まだ余裕ある。まあ7連勝分の価値を溜め込んでるから、ここで負けたとしても他のやつでなんか勝てばいいみたいに思ってると思う。え、ここで決めるんじゃないの。ここで決めると見せかけての、まあ、ポイントに蓄積させておいてみたいな。そんな情けないムーブする。いや、あるよ。分からない。さあ、西暴れ冴えまくっている。だってまだ8月1日あるからね、最後のランバーとかあるから。なるほどね。そう、 OD を使い、とりあえずガードさせて。この本当にウロボロスを当てに行く立ち回りマジでうまいっすよね。そしてまあ結構がっつり吸収するんですよね、これ体力的に。3100嘘をつけという赤ゲージ。これあのテルミのフリッシュの狭間がね。いやーこれ冴えてるな、これ痛いぞ。石井が冴えに冴えている。うわさあやってないっつって 6D 出すのやばいな。みかん野郎もびっくりですよこれ。すぐさもうあー知りましたね。さあ確認から OD を使い十分殺すことができる。これがポロピッチョ。さあ完全に流れがひっくり返ってしまったのか。いやまだぼやける。アンソン狭間暗雲立ち込めつつある。
そしてなぜかコメント欄も浮いてますね。アンスンハズマやはり勝ってるより負けてる方が盛り上がってるんですけど大丈夫ですかこれ。お前も待ってんだなってんだから譲れという口汚いプレーが見えますが、まあやっぱな自分の履歴書に点々で書きたいよな。履歴書に点々は確かに勝ちたいな。いやだってさ唯一の点々でしょ、かなり書きたい。だって君えどんな職歴持ってんのって、はい私はいやなんと CF の挟まれ点々になったことがあります。面接で言いたいでしょだって。ポノスに入社する？そう。いや、アークシステムワークスにさ、面接行くときにさ、私前提になるまでこのゲームやり込みましたってさ、絶対雇ってくれるよ。あー、今ファジー潰ししたんですけどね、こいつやってないんですよね、こういうとこで。こういうとこでやってないんですよね。結構素の目で見てる部分って、ファジーやってる部分が結構別々でやってるから、運試しになるところがある。あもうこれアザマジエリビンですね。何もないんでこれ。あヤギがついにこれまで呼び合いに分かっていましたが、やはりポロピッチョの夢になりつつある。誰を倒してなりましたか。まあポロピッチョ白面であればまあその白としては十二分にあると言えるでしょう。とはいえここで決めることができなければ。動画に残すことができればね、全く文句のない履歴になるんですが、さあやはり、まあ言うてでもこの辺でちょっと一回カットガンと内部ポイント的に危ないですね。そうですね、連勝補正以上に連敗補正って結構でかいですからね。まあ安藤さんもちょっと本人先に。さっき、まあ、全然喋らずにやってたんですけど、白目になってさらにめっちゃ喋り出したんで、だいぶ集中消えてきてるんじゃないかなと。まあやはり普段知らないキャラの方が集中できるんですかね。あー美味しい。さあじゃあ西井がこれはオーディー使うかもしれないけどもどうするかな。まあラウンドが残ってるんで、さあ使っていった押し毛をなく、まあ、使っていけ。さあここで大事にしていきたいという気持ちが出てきたか、ラウンドを徹底して取っていく。あやべやべ、ああお疲れ様です。お冥王って、そう冥王同キャラ戦やってね天帝を生もうという企画らしいんですけど、どうもハズマ側はねこれが生まれたら初の天帝ということらしく結構燃え上がってますね。まあハズマ使いやったね浅井さんにとってはかなりまあ感慨深いんじゃないですか。まあ、そうですね、レッセンガールとかいう名前もありましたもんね。いやーでもこれハザマきついですね。これ 2D 通ったらこのバーストもあーもう関係ないですねこれ。いやこれ 2D 通ったら画面端変わっちゃうからさ、この何もない状況で画面端かなり辛いなと思ったんですけど、自分から画面端行ったんで排水の陣って感じですから。あえて振りを背負うことによって集中力を高める、そういうこともある。まあまあ諸説あるが戻ってくる。うまいことジャンビーがカウンターヒットを取ったので、さあいやさあ6円しまくっている。これフェンリッチ動きですね。ついにビダータチエスラも見せてるんですけど。あーどうだ、ゲージ溜まりそうだけど、あーなるほど。さあ白面にはおーいいっすね、ストを使うこと成功。これあおおこれは勝ちに行くというか心のあるですね、太い、かなり落ち着けていますね。アンソンさん流れを取り戻すことができたか。グッドガッツポーズをして勝っている。今日はよく当たるねとご機嫌。おい喋ってんばいちゃうぞ、真面目にやれ真面目にやれ。いやでもコメントもほぼ負けを望んでますよ。コメントもねほぼ負けを望んでる。いやこのピッチャーが勝ち出してからこれこれいいぞかっちゃんかっちゃんとか言うな、かっちゃんとか言うな、かっちゃんやめろ。まあまあしかしアンソンさん頑張れと言ってくれている心の温かなワニもいる。壊してっつってる。壊してって言ってる。壊して一言壊して壊して漆黒さん来たらよかったのに。すごいな、テイルズでできそうなっていうな、なんかテイルズオブなんとかでなんか壊してって言って。君を壊す RPG。
いやー序盤捕まるかね。さあこうなってしまうとかなり辛そうではあるが、画面越しからフットワークが脱出している。これはね圧力に負けたオーバードライブなんで。なるほど、あんまりいいドライブではない。非常に良くないですね。とはいえ状況が全く問題ないっていう。結果的に良くなった、まあ、流れがあるとこういうことができると、そういうことですね。さあ一枠にしていなかった、なんとも気まずいフレームだったが、あー美味しい。補正切りは対応しているが、いや今日のプロピッチャー6兵に対して全く反応ができていない。3000ダメージ取れたところ2500で終わりましたねさあダメージのレースで勝てていかなければ白面に対してはかなり厳しいのではないか。こうなってしまうと白面のあまりにも多い体力とあまりにも高い火力で結構気まずい。おお、バースト返ってきたが勝つビジョンが見えてきた。ダメージンカウンター、じゃあジャイオクは入れていなかった。ゲージを温存することに成功。おおやったなどうしてどうしてガーディアンの通り、とはいえ OD ゲージは、まあ、ほぼ伝え切ってしまった。さあ苦難の立ち回りに戻る。このピッチうまいことは触ることができるか。これは奇襲エンマかなり怖がってますね。いやあ、ついにバックジャンプを見せていけない。これは非常にきついな。ポロビッチの集中力戻ってきましたね。結構頑張ったんですけどね、あれで負けてしまうと結構メンタルに来るものがあるからな。3C でカウントしていた。まあ元の各班レベルなんで、まあまあまあ。うわ、ヘッドでは今日のアウストさんは普通にコンボを締めてないことが多いんですけども、めっちゃ減ってるな。4000だもんな。なぜか当ててる方がビビってどっか行った。おお、ああ中学生に対しておおというか普通にしゃがんでるだけっていう噂がある。4玉アクティブロー、これ何かあったとしても、まあそう強要打つしかなかったというところ。さあ嫌な位置の風魔神 2B 押している。まあでもやっぱさっきからやっぱ 2D とか当て身があるんで全然してこないですね。うーん、ああ危ない。さあ早い中断、とはいえ上級が全然作れない。うまいこと触り、おお死ぬ気の白面が触れ、ゲーターはがうわぁこれ、どうしてやっていない。まあどうも死に方が流れの切れてしまうような死に方が多いんですが、ちょっと心配ですね。いやみんな嬉しいでしょ。もう完全に給料日入った時で。アンソンさんどうして、だから今まで飯食った時よりも楽しい。え、今まで飯食った時よりも楽しい。今まで飯食った後のあーもう本当俺もう何も食わんでいいわもうっていうその幸福感よりもある。まだ壊れないと漆黒さんさらなるデストラクションをお望みですね。まあでもこれもしかしたらもう上がどっちも上がらずに終わる可能性もありますね。まあ結構もつれましたからね。うん、まあとはいえ4連勝1敗とかそれでまあ名誉を維持しつつ連勝ゲージを稼いでいくっていうのがまあ結構早いのではないかって感じはありますけど、ここから勝てればね。三国志やりすぎではないか。三国志に21振りはないという謎の煽りをしていく。実際今日のこのピッチはガードは微妙。うわー、アンソンさんが落ち着いてきてしまったか。まあ、うまく切れ替わりはするものの白煙側のダメージにつながらない。
いやーきつ、メダパにダンス、うわダメージン、バントの持続が長すぎるな。まあやはりバントなんでね、バントは残るもんでしょう。いやーこれは当たってしまった、バーストしたければ死んでしまった、オーディー使うかね。あーそこで使うかどうかはやはりまあ賛否の分かれるところではあった。これ死んでよかったんすけどね、結果的にはまあやはりちょっともったいないという形でしたが、ここは死んでよかったんすけど、まあまあまあ遊び方としてはまあ時間を使う立場にもできなくはないので、悔しかったな。あーおーさあ、うわジャンディついに当たる、このピッチャーが生き生きしだしたか。ああ紫投げ、おじいちゃんだ。他の部分を確認していたのか、どうも当たってしまった。オーディ生オーディですね。 4.5 秒の時間、ゲージを貯めるだけで持ってしまったか、いやいや持ってなかったものの、おおおおおおおさて8玉ある箱に対してどうついていくのか。あーうまいっすねこれ。いやーうまかったんですけど垂直だったな。でこれポロプッチョの状況を見てるからちゃんと 2D にしてるんですよね、画面足入れ替えるように。なるほど、おお怖い怖いけど両方ちょっとバスト返ってきてるから、あでっかい、あー危ない。さあ F 式を狙ったジャミーだったんですよね、最初が当たってしまったのに何もなかった。あーあーあーしまったー。まあジャヨクかロマキャンかの2択だったんですが、制していたのはアザマ、ハンソンアザマ、流れをやはりまだ持っている。宮山さんそんなことする？声が悪い、声が悪い、もっと低い声で喋れ。おい、おい、ザコがっつあーいやでもまあまあまあ試合内容自体かなりいい感じなんで、これ本当に前提あるかもしれないですね。いやでもうまいことやっぱお互い状況見えてるから、ほんまに攻め方がうまいですね。で、さばき方もうまいし、うまいって言って瞬間ミスんのほんまにあかんな。ああああああ、見えますか、これが天帝になるかもしれない人たちの試合ですよ。つながっている、放水を切っていく。まあまあたまたいないんであと1回ありますね。さあついにキャラ…横に立つことで成功。キャラケンゴムスター見せてんだけど、大角に怒られるやつですね。いや俺もホルケにないからね。チャンシーゼン、うおぉだいぶお互い疲れてる感じが。あー、おーし相談できるようになってきましたね。さあ押している、ダウンを取って、このオーディ結構爆死っすな。ここでもうエクシダクスラ出らんなくてアクティブローなかったらもうまあ帰ってこないですからね。結構爆死のオーディだったんですけど、まあポロピッチョがミスったせいで結果この形。さあ6へ立つことができました。でかいのではないか、風魔人指導ですんでね、はしゃぎすぎたな。高いルートを選択している。わあ、さすがにその前に打ちたいと言っていたが、人間の反射神経ではやはりちょっと遅くなってしまう。
うんこうんこと、なぜか小学生のようなコメントを残しているアンソーさんですが、ああうまいっすね。どうも調子が良さそうなので何も言えない。これ非常に悪面きついっすよ。もう当て身押すしか、押すかガードするしかない。あーやられたー。攻めのいやらしさが圧倒的。このピッチャー翻弄されている。あーやった。これはいやー死ぬか。時間的にどうだ。あー死んだー。減るぞこれ。面の体力関係なく殺しきっている。ハメハメゲ。やはり全体通してもかなり良い調子で戦闘を行えている。アンソン・ハザマ初の点定やはりあるか。さあ歴史的瞬間に期待が高まっております。歴史的瞬間か、歴史か。まあでも狭間市で言ったら結構歴史的瞬間じゃない。狭間使いによるその J アンソンさんの評価がどうなってるかちょっと俺は分かんないから。だから俺らが思ってる、まあ、J アンソンやっぱ強いよなっていうところと、狭間使いから見る J アンソンはどうなってるか分からへんから、やっぱ狭間使いの流れは疎まれてるからそれは。これは邪道だ、うん、分からないけど。いやでもだってこの立ち回り狭間多分さ、アンソン使いができないじゃん。まあそうね、他でこんなことされることはまずないもんね、うん、この立ち回りは多分このオンリーワンだよ。オンリーワンだけど、それが果たして同キャラの中で認められてるかどうかっていうのはちょっとわからない。まあでもやはりなんかアンソン流みたいな感じでこういうのをなんていうの、目標としてというか理想としてやる人もいるんじゃない。いるかな。やりたくてもできないと思うんだよねこれ。まあまあね、結構センスいるもんな、うん、この立ち回り。あーこれ熱い読みですね。これはこれはピッチの選択肢、着地に対して中段を置いていたんですが、ボロピッチも着地に中段が来ると思ってたから椿やと思うんですよね。最大リターンを取っていった。うまいことバント押せている。ボロピッチお得意の裏の裏を読む感じが、読み合いがついに回りだしたか。あーバントヒットバリアと言っていたので漏れてしまった感じらしい。いやでもエリアルが下手くそなのか、これわざと下に落ちてるのかどっちか分かんないんで。あー、今のは狙ったのかたまたまなのか。裏回ってた。どうして 6B ガード確認 2A ジャヨク。じゃあビダータチ B かな、ビダ 2B かなんかがジャイアクにナンバー開けた可能性はあるんですけど、これ非常にもったいないですね。狭間天って生まれそうですかというコメントに対して、まあ、今の瞬間を見たらまあ生まれなさそうっていう、うわー返事ができないんですけど。あま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 あ、全体的にアンソさんいい感じで勝ってきてますんでね、内部値はかなり高まってるはず。いやーこれはねー、これはね、あ、両替行きましたね。あこれはちょっと痛いな、このミスな。ここで勝っといたらワンチャンあったかもしれへん。4連勝してたし、いやてか同段に7連勝した後に、まあ、2回負けてもで、ここで3連勝したかったな。ここで1回勝っとけば次の次ぐらいで上がってた可能性はある。アンソンさん本番になってくれというちょっと切実な応援メッセージも来てますんでね、頑張っていただきたいところですけど、まあ、意外にアンソンファンはかなり多いと思うんで、まあね、うん、人望あるんですかね。まあ漆黒は早く押してくれって思ってるはずなんで、まあそれは間違いない。やはり心が通じ合ってるらしい。漆黒は僕と同じあのやはり同年代とあって、まあ、かなりあの心が通じ合う感じ。なるほど。あーこれかなりやばいな、これ非常にまずいですね。
まあ OD があるのでなんとかできるという感じ。笠間は見てておもろい。なるほど、その気持ちはわかる。やられるとねこいつってなるけど、これ今ね格ゲー知ってる人に見てほしかったポイントなんですけど、はい、白面のジャンプを今ステップでかわして、でもう一回前捨てして投げに行ってるんですよ。これかなり難しいですよね。これこの状況判断がかなり難しいところでポロフィッチもそれを抜けてくるっていう、もうレベルが高すぎて頭おかしくなりそうな感じの。うわーやりやがったけど、あーポロポロピッチはどうも決めきれないところがあるか。これ三国のツケが来ましたね。これまあ三国やってますからね。彼三国でも全国トッププレイヤーという、あーこれ多彩なポロピッチを、あーあーあーなんえーえーえー、どうしてなのよ、どうしてどうしてなの、どうしてあと1回だけなのよ。1回終わった、頑張れ頑張れ、あり頑張って、どうしてなのよ。ああ、うまい、ああ、悲鳴が聞こえた。あ、最終的に勝っている、どうしてなのよ。いやさっきはちょっと邪欲ミスがひどいですね。どうなるか、さすがに集中力切れてきた。ここは俺がカフェオレの差し込みあるな。お、カフェオレの差し込みあるわこれカフェオレゲージを貯めに行く号だここで好感度を高めていくか、暗装サイトに好感度を高めていってどうするのかっていう気持ちもあるが、さあポータルでついに暴れていった。流れを取ることができるのか。紫だけバッテンはついていなかったんですが、どうも他の部分を確認していたのか、それとも立っている、入れ込んでいる、そして投げ間違えたと言っている、即疾風でよかったのに。さあ体力心もとない狭間だったな。もうクエギ茶欲でこう、しかし体育冴えていた、運が良すぎると納得いけの表情ですが、どういうことジャニシーと思って開幕からかなり寒そう。 OD どうもコンボ中と判断されたらしく、2秒と短い時間でしたが、このピッチとしては圧力かけるための OD だったんでしょうけれども、結果的にはちょっともったいない感じ。しかしそんなの関係ねえ、当て身がちょっと見えていたが残影型は方向が違った。 5D だったかな。そう、クエ当てたもののどうして勝った方がバックステップで下がっていく。うわー、さあ立ち絵からオーディフォローピッチを連勝を重ねていく。おっ、ゴーダからのカフェオレの差し入れが差し込まれて、アンソーさん、え、いいのと困惑の系の表情。え、あのゴーダさん、あの僕の分はあれこれさ、あの自分の分とアンソーさんの分買ってんのいいですけど、僕の分、あの別に、あの僕はマオハラ君の好感度、いやもうかなりもう好感度マックス状態やと思うんで、いや僕の好感度天井ないですよ今。絆レベルマックスレベル10。いや僕の好感度絆レベル天井ないっすよ。いやもうあのホーネットっていうなんかあの絆のあれをもらってるから、もう今レベル10だったとしても僕上限100以上あるんでどんどん重ねてもらって大丈夫なんですけど、それなんだけどこうなんていうか、ゴーダさんシャイなのかな。いやちょっと、まあ、もっと好感度は表に出してもらいたいんですけど、俺まあ今安藤さんって絆レベル1ぐらいだからさいややっぱそれはコスパいいわな。そうそう、カルデアランチタイム装備していかないとだよね絆1って言ったら、まあ、カフェオレ1本って多分2ぐらいいくでしょ。まあまあこれで種火1回分ぐらいかなっていう
うわー、断鉄飛んでくるのを見越したのか、裏の裏を読むのが大好きなポロビッチらしい選択肢だったのか。いやー、さん僕の効果度で天井がないんで、もうどんどん効果度高めてください。いや、レベルアップするために石もらえるならクソゲーじゃないよ、ね、そうそう、高めたら高めただけ僕はその分お返しできるんで。そう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 。で、何くれるんだ俺。え、何くれるんだ。ラブですか。すごいなー、なんかキャラ絵とかくれよ。ハートあげるよ、ハート。キャラ絵をくれよ、キャラ絵を。キャラ絵、うん。いやー、まあ僕がやってるボリ連携の種を教えてあげることはできるけど、これ実はジャンプリケ普通に通るんすよって。だいぶ知ってるからいいよ。だいぶ知ってるから、ね、あー、やー、危ない。あ、危ないけどバックスすごかったな今。いや、実はバックスがすごいんじゃなくて白面で4周が終わってるんだよね。持続1だから、ないからね、あれ。そう、1振りだからね、あれ。さあ、うまいこと 2D を使って端折り返ることに成功した白面側、勢いに乗っていったが、ガーキャントーク、ヤマギの大出身反応してガードを間に合った。スパシゲダンという感じだったが、まあ、ここから狭間がゲージがないとやっぱ 2B とかから火力出せないのが。そうですね。うわ、あまりにも深い読み合いの果て。おお、これはおそらく 5D から駒投げに行こうとした感じですかね。変わっていった。さあ、ソハズマはまだまだ検定の道は途切れていない。あの、これ、あの、僕のカフェオレのおかげなんで。なるほど。これ、あの、僕のおかげのこれ6円なんで。なるほどなるほど。カフェオレ6円。俺のカフェオレがなかったら今の6円打てへんかった。ああ、僕のカフェオレは。そう、え、え。僕のカフェオレ、いや、それはまあやっぱちゃうやん。あ、いや、フレンドサポートでやっぱり思ってきてもらってるわけやから。ああ、まあ、そういうとこもやっぱり。なるほど、はい、なるほどね。だって、もしコーラあるじゃん。いや、誰か分かんないけどコーラあるよ。コーラね、僕らなんですけど、空なんですよ。もう、はるか以前になくなってるんですよ。あ、シャブニーが今、あの今の6名僕のおかげなんで、僕のカフェオレのおかげなんで。同士で、限定チャレンジやってるとこなんですよ。そう、感謝してください。アンソン・ハーザマ対ポロピッチャー白面。まあ、ポロピッチャーストローも序盤にはいたんですけど、あっという間になくなっちゃったんで。ハズマが点々になれば今作初のハズマ点々という形、夢の広がる第何戦かな、まあ、結構やってるんですけどね。アンソンさん的には結構勝ちは重なってるんで、内部的に状況は悪くないはず。あ、ここでちょっとボロピッチャーがね、やっぱ耕してないっていうのが、まあだいぶおちゃらけてない感じが伝わってきていいんじゃないかな。まあ、分からない。そういう理由がない、そういうなんか余裕がないっていう。まあね、やっぱこうなってきたら勝ちたいですからね。いやー、あー、やるね。ウェイが冴え渡る。ジャイク方天神、あー、ファーストケアしていった。まあ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 、状況最悪なんで、やられたですね。やられたら、いやー、これは非常にきつい。家を通す。まあ、足伸ばしてるけど、あーあー、これは暴れが通った。これは、ね、おそらく OD 時間が消えてしまう。アンソンさん悪くなかったんですけど。そして白面には4玉、上達素晴らしい。なんと 6B ロマンキャンス、 6B2 段目は上段なので、とはいえ、まあ、速度が速すぎて、まあ、立ってるよねって感じ。まあ無理だよね。お、踏ん張るね。まあでもここでこの2択、あー、奥攻め。おー、さあ、今日はもう全然もう地面に落とす気はないですね。もう狭間が見えない状態で即中撃をかけるっていう。怖っ。バージー潰しに対して飛びが早かった。いや、展開が早い。いや、キャラの移動が早い。うわー、こいつ、これ誤信指導ですね。めっちゃ減りそう。とはいえ、弾が万全ではなかった。まあ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 、まあ、ピッチをあとは楽しむだけ。
なんかそわそわしてるなあいつ。あーやられたことをやり返し、ラピッドキャンセル下段で、いやうちのガードを突き崩す。あ、これ僕のカフェオレのおかげなんで、これカフェオレ下段、カフェオレ下段だと。これうわーっとファージとか仕込みは全くやっていなかった。噛み合いに噛み合った結果、いや読み合い深いな今の。着地間際の攻防が熱いですね。どうだ。さあ落とし、おお。RC が通る。なるほど。あーでもこれオディないんでちょっと当て身使われたくないですね。あー大胆に行く。あーいやーここから素晴らしいタイミング。うわー斬鉄しろ。どうだ、オーディを吐き失敗。うわー死んでしまった。7200減ってますよ。ほらえあんだけで8ヒットで7200減ってます。ちょっと俺のカフェオレ切れてもうたから、もう終わりかな。僕のカフェオレダンミいけるいける。いや初心者じゃねえんだから初心者じゃ当てな初心者、当てな初心者じゃ、ま、あー熱い熱い熱い。上やれ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 。わからんやつおる。たまにしたいと思ってるやつおるから。うまいこと、あ、なるほど、ダメージにでうまいこと反応している。この対応力の高さがアンソン・ハザマの持ち味。さあ、マスオに対して押し置きはなかった。距離が良かったか。さあ、着地間際の攻防がやはり熱い。中段を重ねている。あざまる。うぅー見えないが雪風が6達に負けたけど、まあすごいな、読み切ってんな。さあ今度は確認したっぽいディレイだった。これはオーディすれば、オーディすれば死ぬという小田博士の判断でしたが、まあ、攻めは継続している感じ。まあ普通に死んでたんですけど、まあ温存してケチってますね。これはケチった結果、ケチりましたね。オーディ悪面がターンを握ってしまい、結構気持ちそうな感じだが、あーどうだ、これ技がちまちまとケチるからたまらず吐いてしまった。このラウンドを落としてしまうと結構悲しいことになるが、どうだ。さあゲージを使い、この判断微妙に足りない。受け身を取らなかったので真っ青なまま白面が死ぬ。いやーおーおーおー、いやあー手身がさえ渡ってきた。弱いって言ってる西が弱いらしいですね。6位指導って結構高いんですよね、これめっちゃ減る。現金のやつだなあいつ。おおこれは割り上げ、うわあんな死んだ、あんなノリみたいな西で殺されたくねえな。やべえなあれ、絶対水に押してるもんな西の時、あいって言ってるからねお祭り野郎じゃん、だいぶ嫌だわ。いやーいやーいやー危ない。まあでもアンソンさんも要はあのジャンニーエのバントに当たらんようにウロボロスちゃんと発生してるんで、素晴らしいですね。ああこれビビリオーディですね、これこれビビリオーディ、逃げのオーディですか、これビビリオーディです。これまあアンソンさん逃げのオーディ使ったとしてもウロボロス当てるのがうまいんでね。ああなるほど。アンソンダンスが見れたな今踊っている。あやばい、なんとこれはまずい。さあ運び込む。
おお。されていたのでバックステップを2ミリ軽く取ることが可能。まああと1回ですね。ああバレた。足伸ばしてんな。やはり着地際の攻防が熱すぎる。カウンターヒット落ち着いている。狭間あと2回か3回ぐらいありますね。どこで2回3回分のダメージを取るか。ああ、これはこの当たり方、まあ星の金庫、森に森に森を重ねて、さあどうだ。ああ、いやどうだ、ここまた有名ですね。ああ、ミスりやがった。このピッチ迫面九死に一生。ここから OD もあるので何とでもできそうなもの。いやーいやいやさよなら白麺。いやー、三国のツケがやっぱ来てるな。うん、うん、いやこれ点々になるとこ見たいな。確かに見たいな、こんだけやってますからね。もう結構やってるね、20戦以上やってる去年。今多分18ぐらいじゃない。あ、そんなの。うん、もうないよ。おめえのお土産全部俺が食っちまった。やっと OD との呼び名が分かっていったものの、それが続かなかった。だからミルクボールみたいなうまかった。さあ、すられで。実はバッテついていた画面端を使い、実はお得意のやらしい攻めに行ったところ、かなり狭間ムード。しかし白面の球が7玉端から脱出させてしまった。さあ、これ、いやこれは負けっすね。暫鉄負けっすね。なるほど。ああ、対空のジャンプに対してジャンプしていたのか当たらなかったか。あれ結構気をつけてないと負けるらしいんで。なるほど。うわー、やる。 OD 時間中だったのでもちろん追撃ができ、そして残る、残ってしまったものの、パーソナーが虫の息、バースどこで使うか使えるかが問題ですね。でも3弾、うわー、単発で死んでしまった。ショルダータックル、肩から入る技はあらゆるゲームでも強い。さあ、かっこいいから。なんであいつ調子乗ってる時だけうまいんだ。あー、なるほど。バックステップ出ていた、無敵ガイラル当然引っかかります。おお、やる。あって、身が噛み合わない。さあ、ねっとりした挟みをうまいこと抜けて、あんならバーストさえも一緒に使わせるというプロピッチを、流れを切る白紙の暴れ。いやでもこれ攻めたくないな。あー、死にました。形状の OD を使い、さあこれは殺しきることができるか。あ、残る。ってしまったが、さあ何に当たってもいけないプレッシャー。耐えかねて、アンスを挟まってしまった。あ、ゴロさん、これ延長します。いや、延長延長、もうどっちかが上がるまで、てかもう閉店まで。さあ、主催者がどっちかが上がるか、もしくは閉店まで延長という、いや、ものすごい言葉を出しているので、いや、やりたいって言ったのは安藤さんなんで。なるほど。うん、まあ、やっぱこのバージョンはやっぱ一番苦しかったバージョンやと思うんでね、このバージョンで結果出せれば本物でしょう。これが絆レベルの賜物なのか、熱い友情を感じますね。
カフェオレパワーか。レベル1俺のカフェオレはレベル10 11目指していこうよ。でもちょっとまあなんかところどころミスってるんですけど、ポロビチョが若干流れを握り出したというか、プレッシャーが増してきましたな。やっぱりそうですね、ポロビチョ何気ないムーブでの当たるプレッシャーがすごいですからね。もう B 当たってしまって、フォースを切って三 C、 いやー三 C やっってくるかね。確定というか有利フレームの取りに三振差し込もうとしたところ、連打していた三振にが負けてしまった、まあ、距離的に関わらないからな。ハズマが詰めないといけないところに三振を置いてた。2900、うん、いやいいっすね。バントうまいこと大きい、なんとか橋を脱出。独身ブンブンしてしまった当然お仕置きがある。あの目視当てれば大変だったのでまあやる価値はあったのかどうか。 OD して即 2D というあまりにも熱い男ポロピッチョ。でもこれ怖いですよ。7玉6玉弾の痛いようにある白面アンソンハーズマ、体力た結構あるものの、これこの体力からあと2回ですからね。そうちょっと心もとない感じ。うまいこと西のスカリで差し込んでいった。当然バーストケア。まあ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 、こっから勝てりゃいいですけどね。こっから盛り返すりゃいいですけど、このままちょっとボロピが勝ってしまうとちょっといいワン一マシンぐらいリードあっから、あー大惨事が、わー大惨事ですねこれ。あと1回うわーボロピッチョー、オーマイガー。しかもなんか今昔のレンガじゃなかった今。オーマイガー、タッチへ置いていた。見間違いだな今の。いいか昔の連歌、いや横に蹴る連歌じゃなかった今。あれ見間違いかな。あー死ぬか。アクティブロー入ってたら死ぬだけど、さあ終わらせますよと。このキャラヘルという最低保証が今作からついている。やっぱバリアの回収が重いな。重いです。あれだけで最強賞400くらいあるでしょう。いやー何ありがとうって言われた。えあのアンソンさんに、あのアンソンさんにありがとうって言われたよ。マジかよ。カフェオレパワー、へいへい、もう時間がないだとバカな。まだまだ、いやまだもう終わってないっすよ。いやまだ点々なってないっすよ。早く点々なってよ。いやいや点々なこれ帰れないよ。早くダメです。いや関係ない仕事と前提どっちが大事なんだよ。前提だろう。うわまあここに来てアンソン狭間クオリティ爆発してたからまあ結構終始爆発してたような気もするけど、うわプロピッチョ6円対して反応できるようになってきた。まあなんか結構めちゃくちゃな動きに見えるんですけど、よくよくなんか見返してみればなんか多分状況をほんまに重視しまくってるんですよね。そうそれですね。絶対に自分不利な状況に行かないというか、さっきのバース読みとかもうするしないじゃなくて自分が画面を背負ってるから、もうされた時のリスクがやばすぎるでもう拒否っていう。
だからもうなんか動きだけ見れば結構はちゃめちゃなんですけど、なかなか保守派というか、かなり理知的に立ち回ってるという感じ、怯えてる派なんていうかまあ褒めたら死んでるんですけどリスクをほんまに徹底的に排除してる感じだから、紫投げとかもう置き攻めによるリスクをマジでなくしてるというか、まあ自分の得意なゾーンに引きずり込む感じですね。そうもうなんかもう無理やなと思ったら紫投げして、とりあえず距離離してみたいな。軽く飛び交ってんな。いやーこれはうわうわ裏裏マジか、運がいいのか悪いのか。さて6エルトから 2B しっかりダメージを取っていく。おキャラゲームミスってしまったか。お互いやっぱ疲れてますね。もうしかしの下段、まあまだ残りますけど、もうここからのえ足伸ばしてきた。うわーガードクラッシュ、どうだ、さすがに、まあ、さすがにアクティブルトへ、さすがに、うわー死ぬかよ。アクティブフローの悪面すげー恐ろしけり、すげー、まさか死んでしまうとは、マジか、いやほんまに終わらんやんこれあーこれほんまに終わらんて。最初は結構スピード出してたんですけどね、いい勝負になってしまったから、やはり連勝ボーナスがないと天体は厳しい。さあグレンか奇襲かに 3C が当たった。今日はあまり落とさないもうだいぶ読み合い回ってきてるな。回ってきてますね。普通のことしだしました。いやーこの二段ジャンプこれかなりうまいんですけど、なかなか伝わりづらい、うまいうまさですねこれ。うわー残念が安すーと最速でいっているわ。本命取られたもんな。やーこれは心にくる、一瞬の読み合い駆け引きが全てを決めてしまう。このバースすごい悔しい。飛び逃げがレッスンが引っかかってしまった。さあ逃げを潰すレッスンが出回った模様。さあずっといいダメージを取り、暴れが通っていった。ジャッシー壁には到達せず、とはいえ状況は破壊が作っている。うまじん、お首立って直下からステップ 5B で押し置きしていく。さあ減るか。さすがにゲージがなく足りない。うわー白目、あーいけるぞー、あーやってしまったが、あさあおみくじ、あーお疲れー、ゾイ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 。あもうラスト時間がもうこれがこれラストがあった方がハイパー10-0やな。ハイパー10-0やな。これハイパー10-0ですか。ハイパー10-0勝った方が10-0やな。
ハイパー10ゼロやこれ。ハイパー10ゼロ。いやハイパー、いや関係ない。ハイパー10ゼロの前には関係ない。このゲームが進んで、これで全ての思惑が決定する命運がね、ハイパー10ゼロよ。さあ10ゼロに一手リード。アマオディの読み合い。うわー、当たってカウンターヒットなので拾うことが可能。はいはいはい、と6B。 さあ反発から、さあ流れがあまり良くないぞ。ワルドリ、ああワルドリしてる。さてて、さて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 こいつ、ハイパー銃のラストを見てね、はしゃいでいるのがお祭り男ポロピッチョ。最後やぞお前、これがポロピッチョだ。うわ投げとる、なんでこうなった時のポロピッチョは強いぞ。下段読みかな今。三振単発からしっかりと人気味のジャバキを入れてゲージを払いダメージを稼いでいく。わあ、ちょっと様子を見たんですが押してしまった。さて状況を作った。さあ気がされなかったらどうにかしたら逃げだったでござる。うわあ、今のは見てたな。うわあ、判断したな。というわけで天帝上がるまで勝ちは時間切れによりポロピッチョの10ゼロです。10対0です。悲しいですがこれが現実です。ポロピッチョ白面による10対0です。10-0 です。安心です。